こんにちは、のりたろうです。以前、私の動画で発信しました、アメリカの大手オークションハウスのヘリテージオークションで、世界中のモダンコインが一度に会するオークションが3月21日にありました、えー。モダンワールドコインズウィンターショーケースオークションですね。こちらで、えー、モダンコインの相場が、まあ、ザーッと出ましたので、そのご報告をしたいと思います。でコインオークションっていうのは、 主にコレクターですねとか、あとプロのディーラーさんが多いので、えー、陶器的なマネーというのはあまり入り込まないかなと思いますので、コインの、まあ、コレクション的な価値っていうのが、まあ、今回評価されたのかなと思います。で、今回は具体的な額を、まあ、ダラダラと発表すると、まあ、眠くなるので、コインの造幣局で 販売された価格ですね。それと比較して、まあシビアなものはそれよりも下がってたものが結構ありましたので、それよりも上がったコイン、下がったコインについてご報告したいと思います。また今回のオークションは2枚セットとか3枚セットのものも多かったんですが、まあ、評価がしにくいので、それはちょっと除外しました。で、またコインは、ね、私の独断と偏見でイギリスのモダンコインにまあ絞りましたので、 他の結果を知りたい方は、ぜひヘリテージオプションのアプリが見やすいので、アプリでご覧になってください。で、概要欄に貼っておきますので、そこからアプリをダウンロードすれば、簡単に見ることができますので、ぜひ試してみてください。はい。それでは、限界より上がったコインを見ていきたいと思います。まず、まあ、エリザベス2世の500周年。 アニバーサリー5ポンズ。まあ、こういったものとかですね。あとコイン、クイーンズビーストのコンプリーターの、えー、銀貨。あとは、ウナトライオンのニオンス銀貨ですね。またスリーグレイセスの銀貨と金貨が、まあ、やはり上がっていたと。で、ゴチククラウンの、まあ、クォータードアームズっていうのが、あの、 オリジナルの裏面の方ですね。あの十字架のもの。あとはあの、ポートレートっていうのが、あの、昔の、えー、ビクトリア女王が乗っている方っていうものですが、まあ、どちらもしっかり発売して間もないですけど、上がっていたということですね。あとはジェームズ・ボンドの5音数銀貨、10音数銀貨、大型なものは、 まあ、ジオンスは PF69 でしたけど、しっかり上がっていました。あとは、ミュージックレジェンズですね、えー、のクイーンはあー、各大きさで上がっていたのと、エルトン・ジョン、あとデビッド・ボーイなどが出品されていて上がっていたということです。で、ちょっとまあ、これの特徴はまた、後ほど、 報告しますがこの下がったコインですね下がったコインについては、えーまあ、ブリタニアの68とか69っていうのはちょっと下がっていたとあとはクイーンズビーストですねの10オンス銀貨、まあ、これはちょっと意外でしたがクイーンズビーストのグリフィンですねがまあ、未鑑定のものが出てたんですけどまあこれはちょっとさすがに怖いかなというので、えーまあ、原価よりも低くなっていました まあ、あとは、ジェームス・ボンドは、軒並み、下がっていたのかな、と。金貨ですね。特に金貨が、下がっていたので、まあ、逆に言うとかなり、変えたらお得だったかなと思います。あと、ミュージック・レジェンズも、下がっていたものが、いろいろとありましたので、これちょっとまた、まとめで、 報告したいと思いますということで、えー、まとめますと、まず、ウィリアム・ワイオンデザインのグレート・イングレバーシリーズですね、は当然のごとく値段が上がっていたということで、まあ、復刻版は大丈夫かという心配を予想に、まあ、しっかり利益を上げるコインになっていました。で具体的には、まあ、ウナトライオンのニオンス銀貨ですね、プルーフ69で、まあ、元値から えー、考えると12.9倍から18.1倍ぐらい上がっていました。で、あとはスリーグレイセスのニオンスの銀貨ですね。これは7倍から8.8倍。で、ニオンスの金貨ですね。は、原価の3.6倍に上がっていましたで。ゴチククラウンのニオンス銀貨は4.9倍。ゴチククラウンのニオンス金貨は。 は2.3から2.5倍ということで、えー、まあ倍以上、もうやっぱりうなとライオンはものすごく人気で高止まりしているっていうのが印象的でした。で、クイーンズビーストシリーズについては、出品されている種類ですね、あの10種類あるんですが、まあこれも少なくてですね、えー、未鑑定のものが多かったんですが、あのー、 ライオンオブイングランドの10オンス銀貨ですね。プルーフ70が予想以上に安かったので、まあこれはちょっと買ったらよかったかなと公開してますが、ただシリーズ最終章のコンプリーターって、あの全部が載っているコインというのはしっかりと値上がってました。ただし大きな銀貨のみだったので、あのー、今後まあ1オンスとか2オンスの小さいものについても相場はついていくのかなと。 で、なかなかやっぱり人気があるので、えー、表に出てこないのかなと思います。で、続いてジェームス・ボンドの007シリーズっていうのは、大型の銀以下ですね。あの、5音数とか10音数の銀以下については、人気があったので、しっかり値段が上がってたんですが、その他の金か銀貨とっていうのは、のきなみ原価よりも安くなったというのが結果でした。で、えー、ミュージックレジェンズは、 やっぱりアーティストとデザインで明暗がはっきり分かれたのかなと思います。で、クイーンとエルトン・ジョーンっていうのは、軒並み上がってた印象ですが、あの、5音数金貨ですね、大きな金貨と4分の1音数の小さい金貨っていうのはですね、クイーン、一番人気のクイーンでも原価割れしてたのがあったと。で、デビッド・ボーイっていうのは少し特殊で、銀貨は あがって、金貨が原価割れしてたというのが、まあ少し不思議な結果でした。で、今後の金上昇を考えると、5ン数の金貨のプルフ70っていうのは、まあ今回安かったので買っておいても良かったのかなという気がします。で、やはり金貨も大きすぎると、まあ例えば買える人がですね、限られてくるので、まあそれなりに原価で高額なので、 えー、ちょっとそれで少し安くなったのかなというのもありますし、で、4分の1オンスの金貨というのはやっぱり発行枚数が1000枚ぐらいあるので、えー、なかなか上がらないのかなと、それがまあ原因かと思います。ということで今回は販売価格がわかるものについてのみの発信となっているので、あの、少し古い、えー、モダンコインに関しては、えー、評価できてないんですが、 プラチナでできたものとかですね、パラジウムとかでできたものはしっかり高値で取引されてましたし、エリザベス2世の500周年のアニバーサリーの5ポンズ1989年の MS69 などの記念硬貨などはしっかり高値で取引されてましたので、まあ間違いなく上がっているかなと思います。ということで最後まとめますと、 やはりウィリアム・アイオンは強いなという印象とやっぱ人気のデザインのコインはしっかり値段が上がってたということがあるかと思いますがコインはあの発行されて数年ですね何年間の値上がりで評価するというのはまだ早がってんかと思いますで今回の結果に一喜一憂せずにですね逆に言えばモダンコインは今が買いなのかなという結果だったのかもしれませんし特に 今回、原価割れしていた金貨ですね、買った人はあ、良い買い物をしたんじゃないかなと思います。なので、まあ、コインの未来はあ、モダンコインについてはですね、まあ、だいぶ明るい結果だったんじゃないかなと思います。そして、えー、今、一旦、昇、え、降、ー、状態にありますが、金価格ですね、あと銀、プラチナ価格は今後もインフレとともに上がると予想されておりますし、 あと円安がですねまあ今ひどい状況ですけど今後さらに加速すると、まあ、ドルに換えて為替でそれだけで儲けが出ると思いますので私が動画で発信しているようにもう少し上がるまで5年10年じっと待つっていうのが、まあ、やっぱり必要なんではないかなと思いますで今後2019年頃のコインが、まあ、5年経過する2024年頃ですね この値段がどうなっているかっていうのが見ものかと思います。で、今後もモダンコインの大きなオークションがありましたら、またお知らせしたいと思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。いつもご視聴いただいている皆様本当にありがとうございます。それでは最後皆様一緒に、レッツコイン。ご視聴ありがとうございました。 Thank you